はい、では皆様大変お待たせいたしました。本日の動画はですね、まあ待ちに待った C4 の、車両紹介となりますので、まあ新しく、装備されている機能であったり、まあいろいろと皆様がここ見たいなと思う点をちょっといろいろとピックアップして動画にしてみましたので、本日よろしくお願いいたします。はい、まずはここの、まあ最近ではよく、まあ、見かけるこのちょっとクロスっぽいフェイスですね。ここがまず C4 の、まあ、かっこいいところになるかなと。そしてまあやはり今では当たり前になっている LED ビジョン、シトロエンでも C4 のですね、このように LED になっておりますので、ここはいいことのワンポイントかなと思います。はい、ではここのタイヤを見てください。なんとも斬新的でシャープなかっこいいデザインとなっておりますね。ただ一つネックな部分といいますか、あれと思うところが、そうなんです、ここのサイズ195/60/18インチのタイヤとなっておりまして、まあなかなかないかなとは思うんですけども、そこはやっぱり一つの魅力のポイントとして、受け止めていただければと思います。まあ、ただですね、タイヤのサイズはないんですけども、それだけ燃費よく走るために、シトロエンの、開発者がですね、研究をしてこのサイズにしたということですので、そこはですね、自信を持って、いいお車だと言えるワンポイントとなっております。そしてですね、まあ、なんともいいサイズ感なんですけども、まあ、パッと見ていただいて、周りから見ていただいて、あ、SUV なんだと思われる方いらっしゃるかもしれません。ただですね、そうです、見てください、ちょっとクーベスタイルになっているですね、すごくおしゃれで斬新なかっこいいお車となっております。続いてこのライト見てください、なんとも斬新的でシャープなデザインになっております。これ V 型ですね。これでもよく見るとですね、ここの光るところ、何かに見えてきませんか。私イコタ匠というんですけども、匠の T になっております。まあ、そんなことはさておくことになります。シトロエンのマークが少し小さくなりましたね。コンパクトになったことでですね、より可愛らしさをアピールしているポイントとなっております。ではシトロエン初の搭載機能を紹介していきたいと思います。こちらへどうぞ。おっと、そうなんです、私今何もおっしゃいません限り、ある一定期間に近づきますと鍵が解除されます。そして離れますと自動でロックされます。そう、この機能はですね、プロキシミティスマートキーという新しい機能が搭載されております。続いては内装のご紹介をしていきたいと思います。まず最初にシトロエンですと結構問題になっております、ドリンクホルダーがないと。パッと見ていただきたいです、こちら。あれ、ドリンクホルダーどこにあるんだいと、そう疑問に思った方、なんとですよ、なんとてってれー、こちらにございます。はい、皆様先ほどドリンクホルダーを探している際に、あれ、真ん中のシンプルなボタン何なんだいとという疑問点抱いた方いらっしゃるかもしれません。なんとこちらシフトとなっております。とてもシンプルで使いやすい、今っぽい本当にシフトに変わってきてますね。はい、ではですね、まず Apple CarPlay ですとか、Android Auto に接続するときはですね、以前のシトロエンであればタイプ A の、コードで携帯電話と接続していただいて、画面上に映していたと思うんですけども、 C4 はですねタイプ C のこちらですね、左側にタイプ C があります、こちらから、携帯電話に接続していただかないと、ですね、画面に表示されないということになってしまいます。で、じゃあこちらのタイプ A は何なんだいというところだと思うんですけど、こちらも充電、するというところの機能になっております。なのでまあタイプ C かと思うんですけども、よくよく考えればコード2つあれば
2つの携帯では充電できるという何度も素晴らしい機能でございます。皆様、助手席に乗ってる方結構よく今は iPad であったりタブレットを、運転の時にですね、乗ってる時に見ながら、ちょっと肩こりすごいなとか思われてた方いたんじゃないでしょうか。そういうところですね、気遣いしとれしております。今回の C4 いきますよ。皆様びっくりしないでください。タブレット置き出てきます。どうですか、ここでゆっくりとタブレットを置いて本を読みながらシトレンの乗り心地を体感することもできます。なんとも気遣いのあるシトレンらしい、装備だと思いませんか。皆様、ここの下、これは何だと思う方いらっしゃるかもしれません。ここあれですよ、ドラえもんでいう机の引き出しから、タイムマシンとして未来に行けるとか過去に行けるとかそういうところではありません。ご安心ください。なんとタブレット入れです。ここでタブレットを見てしまうときはこちらに入れていただくと、なんとも便利な機能が搭載されております。以前まではですね、空調の設定の際に全部センターパネルで操作してたと思うんですけども、もちろん C4 もセンターパネルでこのように操作は簡単にできるんですけども、より便利な方法が今回搭載されまして、下を見ていただきたいです。こちら回すことができます。ここが回ることによって上見ていただきたいんですけども、左側の温度が変えられます。そして真ん中のくるくる、こちらで見てください。上を風量の設定が変更できます。そして一番右、そうです、分かっていらっしゃると思いますが、右側の温度が設定されるようになる、とても運転の際に気遣いしていただいている機能かなと思います。はい、でこちらがホームボタンというのが今回できまして、こちらを押していただくとこのように、ホーム画面になりまして、今ナビゲーションであると思うんですけども、ここちょっと皆様覚えておいていただきたいんですけども、 C4 の今回の場合ナビがオプションでも付けられないオプションとなっておりまして、で基本的には Google マップ、Android Auto であったり Apple CarPlay、 こちらの Google マップ機能であったり Yahoo のカーナビさん、こちらのですね機能を使っていただいて、こちらにナビを表示するという機能になっております。残念ながらオプションでの純正ナビはまだお金をかけてでも付けられない機能になってしまっておりますので、こちらは気をつけていただければと思います。C4 にですね、こちら見てください、シートヒーターの機能が標準でついている機能となっておりまして、とてもここもやっぱりレザーシートになっておりますので、冬などは寒いなと思ってシートヒーターついてないかなと思っている方多いと思います。こちらシートヒーターは標準でついてますのでご安心ください。そしてなんといってもですね、こちらの C4 標準でサンルーフがついているお車となっております。ただですね、こちらのシェードですね、こちらは残念ながらちょっと手動となってしまっております。でこのようにですね、ボタンを1回強く押しますとサンルーフがこのように、開くようになっております。はい、このシートもですね、レザーのソファーのような座り心地がしているシートとなっておりまして、で下にこうぐるーっと見ていただきたいんですけども、なんとマッサージ機能ついております。いや結構ですね、乗ってる際に気持ちよくなるものとなっております。そしてこちら電動シートがついております。ただですね、こちら上とですね下であったり背もたれはできるんですけども、ここの前後がですねどうしても手動になってしまいますので、こちらはご注意いただきたいと思います。はい、皆様いかがだったでしょうか。ニュー C4 試乗車宇都宮にございます。ただですね、ご予約なしで来てしまいますと大変混み合ってしまいまして、お客様のご対応できない可能性もありますので、できればご予約をしていただいて、お電話していただいて、ご使用したいですと一声をかけていただければ日程の方を調整させていただきますので、あとはですね、やっぱりコロナウイルスが
最近また流行ってきてしまっておりますので、そこのまん延防止のためにもちょっとご試乗はですね、予約制にさせていただければと思います。でですね、まあC4 を直接見たいと思う方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思います。とても皆様に会えることを楽しみにしております。では次の動画までグッバイ。